いけるような歌歌えてないからさ、めっちゃ気楽、めっちゃ気楽だよ。こんばんは。絶対さ、自分で言うのもあれなんですけど、絶対ジョン・マイ・ラブで歌ってる時の方が歌うまいと思うんだよね。なんでなんだろう、普通に歌うと下手くそだよね、マジで謎。こんばんは。でもなんかなんだっけ、江川太郎左衛門役の佐藤さんが、歌はダンスとかより上達する難易度は低いから、歌を極めた方がいいって言ったおっしゃってました。確かにと思って。まあなぜあんま踊りができないんだよね。こんばんは。今日も最後の笑顔に癒された。ありがとうございます。歌い込んだ曲はやっぱり違う。まあだし、でもジョン・マイ・ラブの歌はね、音域がめちゃくちゃ私に合ってるっていうだけな気がするけど、一番歌いやすい音程、ジョン・マイ・ラブの曲たちが。低い音もあんまりないし、てかジョン・マイ・ラブはね、低い音がほぼないんだよ。高いけど、私が一番出しやすい高さだから超絶歌いやすいね。こんばんは。ということで今日の公演の振り返りでもしていこうかなと思うんですけど、今日は公演前にゆいなちゃんとランチに行き、気合を入れて二人で一緒に早く入り、二人で練習して、トメさんギフトありがとう。そして本番を終えて帰りに電話しながらお家に帰ってくると。ずっと一緒におるな。こんばんは。そう、いや今日はドキドキだったな。遠い昔の記憶を引っ張り出して思い出しました。なんとか。こんばんは。ど真ん中の席でサリーのパフォーマンス見られてよかった。ありがとうございます。でも今日めっちゃサイのファンの人いっぱいいた。嬉しい。昨日もやけど今日もいっぱいいた。赤のペンライトめっちゃ多かったのよ。
歌唱力についてのツイートでもするかな、ちょっと無言っていうのもね。歌唱力の日あんま自撮りしてないんだよな、しとけばよかったっていつも思うのに、いつもしないんだから。こんばんは。これは以前使ってた携帯高橋さやかちゃんスマホ、こいつ2台目っすね、今使ってんの3台目。キランさんお疲れ、ギフトありがとう、こんばんは。ちょっと待って、こんばんは。ギャッチさんギフトありがとう、イエーイ。ケンケンさん3億年前から好き、ありがとうございます。人類は3億年前に実在していたんでしょうか、わかりませんけれどもありがとうございます。なんかいい写真ないかな。前の携帯にいい写真入ってないかな。全然ない全然ないんだけど、あ、ちょ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 、あ、なんかめっちゃ耳の後ろ痛い特殊、痛めるとこ特殊、え、めっちゃ痛い、なんだこれ、全然全然遡っても遡っても写真が出てこん。絶対愛媛の時の写真あると思うんだけど、あった、これでいいや。こんばんは、いつも綺麗ありがとうございます。ちょっとお弁当食べますね、お腹空いちゃってるのよ。うまっ、皆さんこんばんは。予選の歌すごく良かった、 ありがとうございます、感謝。でも前にさ配信で言ってたけど本当に声カスカスだったでしょマジでおもろい、あれ「ジョン・マイ・ラブ」でさファルセット綺麗に出せるようになったのにこの日マジでカスカスすぎてファルセット1ミリも出てなくて笑った、自分で笑っちゃったもん。
サリーのおしゃべり券買った。おやった、明日か明後日来てくれるのかな。これなんて書いてあるの、グロカワ。すごいギフトある。こんばんは。そう、掛け軸のギフトなんて今あるんだね。さらに審査員に好印象ってコメントされた。やった、嬉しい。ちょっと見れてないから見れてないんだよな。グーカワか、読めへんかった。やった、褒められてるって。さやかちゃん褒められる、褒められて伸びるタイプだから嬉しいな。丁寧に歌ってるって高評価だったよ、ありがとう。雄大さん、間違えた、雄大さん毎回審査してくださってるよね、お世話になっております。うわ、あやかちゃん守りたい、この笑顔、笑顔が取り柄ですから。本当に、それでもね、最近より言われるようになった。なんか明るさと笑顔がとてもいいねって、なんか身近な人に、なんかごめん、最近起きたことがジョンマイラブしかないからさ、ジョンマイラブの話ばっかするんだけどさ、あのジョンマイラブの時に4期はさやかの明るさと笑顔で盛り上がったよみたいな。任せてほしい、笑顔が取り柄だから。最前列から見たささめき最高でした。ささめきの歌い出しめっちゃ緊張した。でもルンバだったからさ、一緒に歌うのがめっちゃ安心してた。まあルンバやったら大丈夫かみたいな。胸を借りる気持ちで歌おうと思って。マリアよかった、 ありがとうございます。なんかライドフリフリしました、話も楽しくよかったです。 ありがとうございます。本当に見に行って正解だったから、たくさんジョンマイラブの話聞きたい、嬉しい。こんばんは。でもさすがにジョンマイラブの話ばっかしてんな、うざいなって思ったらみんな言ってください。そう言ってくださいね、そろそろいいよその話って。言ってくれないと気づけないんで。こんばんは。ささめきのダンス好き、あれなんかかっこいいよね。こんばんは。ささめきの A メロのダンス、ダンスじゃ、うん、ダンス苦手。すごい、なんか評論家みたいな人いるツイッターに、おもろ。こんばんは。アクシデント中も好きし、ずっこに行きたいのになかなか合わせ、アクシデント中ダンスかわいいよね。1年ものロングラン公演乗り切って思い出いっぱいあるし、語りたいだけ飾ってもろて。優しみ、優しみだわ。こんばんは。ちょっと帰ってきた時は暑かったけど、そろそろ寒いからエアコンつけます。でも今回審査員にさ、あのヨミーさんって方がいるんですけど、みんな知ってますか、ヨミーさんって。ピアノがめちゃうまい
お兄さんなんですけど、ヨミンさんの YouTube 死ぬほど見てて、うわヨミンさんが審査員やば嬉しいって思ってたんだよね。そう、よいしょ、こんばんは。一時記憶 YouTube で見てたね、それ、ま、めっちゃ見てた、めっちゃ見てたし、たまに今も見る。なんかピアノ、自分がさピアノ弾けないからさ、ピアノ弾ける人マジで尊敬。なんかその両手で違うリズムを奏でられないから。すごいっすね。こんばんは。あとはあれだ、生写真、新しく発売される生写真、なんかみんなで歴代のシングルの衣装を着ようみたいな、あのあれがあって企画があって、私はね元彼です、元彼です。まあ欲を言えばこの足を出したかったなという気持ちもありましたが、でもあの衣装スタイリッシュじゃないですか、嬉しい。なんか衣装さんたちでこのメンバーはこの衣装かなってこうあれしてくれたんだって、当て込んでくれたんだって。ちょっとあのゲットしてください。あれにあれもアクスタも出るんで、アクスタも出るんですいませんがチェックお願いします。よいしょ、ちょっとアクスタ見よう。どれだ私、あいた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 、え、めっちゃ足長く見えないこの衣装。自分のアクスタ自分で買おうかな。なんかやっとさ、なんかいやちゃんとしたってのもおかしいけど、よく見るサイズのちゃんと衣装を着たアクスタが出たよね。これねちょっと自分で買おうと思います。上はねトップスはねひーちゃんだったと思うんだよね、ひーちゃんのを借りた気がする。衣装ちょっとあまり覚えてないんですけど、どうだろうな、あのひーちゃんのっぽいか。あった、あ、ひーちゃんのじゃないな、誰の借りたっけ、お代理かな、お代理の衣装を借りたのか。よいしょ、そう、元彼です、お代理だったかな。あ、お代理だ。なんかどっちにしようかってなって、お代理のやつになったんだ。その竹とかいろいろ加味して
お便りでーす。ぜひゲットしてね、みんな。アクスターも生写真も、生写真は今回サンプルが1枚しか出てないんで、残りの4枚は届いてのお楽しみということで。明日の11時から予約開始。ちょっと忘れないようにみんな私に明日教えて。1300円なんて安いもんだよ。テレビの前に飾るからさ。あれしようかな。よくファンの方がやってる高橋さやかが高橋さやかを旅行に連れてってみようかな。推し始めはなんか今キャンペーンやってて20万ポイント達成したらなんか嬉しいみたいなやつ全然知らんやないかい。なんかあれだよ、サブスク3ヶ月分みたいなあのプレゼントされますみたいなあのやつです。あ、キャンペーンページ見つけました。29日まで。20万ポイント達成で推し活しちゃおう、人気配信サブスクリプションサービスのチケット3ヶ月分ということです。こんばんは、こんばんは。あ、けんけんさん、推ししか勝たん、掛け軸ありがとうございます。でみんなあのあれです、最近あのお話し会もいっぱいあったりするし、きっと愛媛もいっぱい来てくれてたりしてあれなので、あの無理せず財布と相談してあのください。達成できたらいいなくらいには思ってるんですけど、やべ間違えていいねしちゃった。達成したらいいなと思ってますけど、裏表逆に見えるけどこういうデザインです。こういうデザイン、表に縫い目が出てるよって。この服着てると絶対割れる。でもさすがにこんなに分かりやすく表裏逆には着間違えないよ。さすがにね。こんばんは。しかもこれはファンの方にお借り、あ、いただきました。千織さんと色千代ソロです。このくらいのねトレーナーが一番あのこの時期のレッスン着には非常にいいんですよ。あ、明日ね、じゃあ明日の話をしようと思ってて、明日ちょっとあのお話し会の後にショールームができないので
朝ねやろうかなと思ってて、まあ、またあのメイクしながら配信をして、という感じになるかと思います。なんでちょっと明日夜配信ありません。うわ、早起きしてショールームしなきゃな。頑張るね、早起き。まず早寝を頑張るわ。つなちゃん、ギフトありがとう。朝配信何にしようかな。ちょっと待って。明日の電車調べる。起きれるかな明日。あのさ、相当疲れてんだよ。今日もめっちゃ朝起きるのきつかったんだ。実はこれに乗ろう。まあそうっすね、9時半とかに始めようかな。明日も9時に起きて9時半に始めるのを目標にする。うん、うん、そうやな。9時半目標で頑張りたいと思います。で、まあ、メイクしたりしてって感じかな。でも私が一番懸念してるのは明後日の朝。なんか明日お家帰ってくるのめっちゃ遅いんですよ。だから明後日の朝が一番心配かな。みんな応援してけろ。でもさ、お仕事寝坊みたいなことほぼないから任してほしい。あさっても絶対朝配信する。メイクしながら絶対に朝配信する決めてる心に。一部って何時からだっけ。10時台とかだよね。四部が1時45分でしょ。12時半10時、いや10時台か、10時何分とかだと思う。ちょっと一部のお話し会ちょっと久しぶりだから何時かちょっと分かんない。こんばんは。忘れちゃった。
何だっけ、みんなの方が知ってそう。10時から合ってたわ、10時です。でも10時にお話し会が始まるってことは逆算して集合がみたいなことでね、早起きなんですよ。2時間まあ明後日の朝配信は相当早い時間になりそうやな。でもどうせならさ、なんかお話し会の日って私のモットーとしてね、なんかみんなに会える実際に会えるわけじゃないけど、みんなとお話をする準備もみんなと共有したらさ、みんなの楽しみもきっと増すと思うんですよ。わかんない、私の主観だけど。そう、パッて完成した私とお話し会で会えるのもきっと楽しいと思うんだけど、なんかお話し会のために準備してるところを見てもらった方が、あ、この後お話できるんや、楽しみになるかなと思って、なんかお話し会はそう、メイク配信は朝したいんだよね、お話し会の前に。なんか握手会じゃなくてお話し会に変わっちゃったから、どうにかしてなんか工夫して楽しんでもらえたらなって考えた結果の私の見解。みんながどう捉えてくれてるかはちょっとわかんないですけどねーって感じ。みんなが楽しんでくれたらいいなーって思ってます。とてもとても思っています。こんばんは。めっちゃさ、ゆっくりお弁当食べてるんだけどさ、なんでかって言うとさ、食べ終わってからさ15分ぐらいすると眠くなっちゃうからさ、そうゆっくり食べてんだけどさ、でも食べてる途中で眠くなってきた。食べ始めからさ30分ぐらい経ってきたからさ眠くなってきちゃった。困ったな。マジでね、赤ちゃんのペースなんだよね、さやのその眠くなるペースが。眠くなっちゃうのよ。そうでも今ゆっくり食べた方がその消化にはいい、非常にね。えだしさん、グーカワありがとうございます。でも昨日も割と早く寝たから7時間とかはね寝てるはずなんですよ。今日7時間寝てたら十分じゃない本当は。なのに眠くなっちゃうから困るよね。何の話しようかな。公園疲れ、まあでもね、あると思う。やっぱ体動かすと眠いよね。でもね、寝不足はそんなたまっ
ってないはず、ね、寝るのが遅かっただけで起きるのも遅かったから睡眠時間は取ってたのよ。ただ生活リズムがゴミだっただけ。はじめまして、イヤホン。すみません、日曜日の目標はお話し会から帰ってきたらお家の断捨離をする。たくさん服捨てる。こんばんは。初見ね、初見さんありがとう。こんばんは。さやか、明日オールナイトお話し会。あら、なんでオールするんですか？お仕事かな。大丈夫だよ、むしろ無事にお話し会に来てほしいね。眠気に負けず。でもどうだろう、オールのさ次の日ってさ、まあ、さあんまオールしたことないからわかんないんだけどさ、逆に深夜テンションみたいな、なんか変なハイにならない？こんばんは。で急にプツってエンジン切れる感じする、オールの日って。まあ、今年の大晦日がそうだったんで。経験の数1で言ってます今。オールの経験1なんで今。こんばんは。みんな、え、でもなんかオールってさ、そのあれっていいよね、若い時しかできないってなんかめっちゃみんなに言われる。本当かな。顎疲れた。高校まではがっつりしてた。マジ？高校生でオールすんの？楽しそうな学生生活すぎて今嫉妬してる。年取るときつい。え、なんかみんな言う、今だけだよみたいな。できるけど体力の残量は明らかに少なくなります。あ、なるほどね、可能ではあるがみたいなことか。今したら1週間使うもん。そんなに引きずる？マジ？今のうちにオールしとこうかな。でもオールするような機会がないけどな。大学時代オールに挑戦何回かしたけど4時半ぐらいで眠気に負けてた。それはだいぶ夜苦手民だね。じゃマジで夜さ起きてようと思ったらさ、でも余裕で起きてられるの。昨日みたいに配信中にめっちゃ眠くなったとしても、あそこから何かしらすると、そのお風呂に入るとかさ、なんか体を動かすと目が冴え渡るわけよ。なんかマジさ、朝っていうか、まあ、夜いくらでも起きてられるんだよね今。まあ健康に悪いんで寝てるんですけど。こんばんは。
今はオタ活するときだけしかできない。でもしてるよしてるじゃん。いいね。よくはないか、体には。まあでも次の日休みだったらいいよね。握手会の時とかもだけど、愛媛行く時は2日連続オール。やばい、連続オールやばくない？もう3日目な抜け殻みたいになってるでしょそれ絶対すごっ、マジか。衝撃。オールなー。まあでもしないに越したことはないですけどね、健康のことを考えると。ああ、お休みなくした喪失感。確かにお休みって無駄に過ごしちゃうとさ、その日の夜もしくはその次の日にめっちゃ後悔するよね。最高で何時間起きてたことある？数えたことないな。わからん。やはり朝起きて夜眠るようにできてますね人間。いやでもなんかさ、その遺伝でさ、朝型夜型深夜型みたいな、あのあるっていうよね。もうなんか遺伝だからしゃあないみたいな、生活習慣だけでどうにかなるような問題ではないみたいな。そのなんか起きてられるとかじゃなくて、夜が一番パフォーマンス高い人とかいるらしいよ。全然まあそうは言っても難しいよな。遺伝っていうか、その親からそのまま受け継ぐわけじゃなくて、その人の持つ体質みたいな。そうそうそう、なんて言うんだろう、なんかそういうノリらしいです。まあ体が何型か、そのもう決まってるみたいな。しかもなんか細かかったんだ、朝型昼型夜型深夜型みたいな、そうみたいな人がいるらしくて、昼型は本当にもう11時とか、そのなんだろう、ちょっと遅めの出社ですねぐらいの時間からパフォーマンスが上がる人みたいな。そう、絶対に夜なんだよね、それ絶対に夜。もう分かる自分が何型か。夜が一番勉強はかどるからね、間違いなく。だからなんか朝早起きして勉強できる人とか尊敬してた。朝早起きしたとしても脳みその動き的に勉強なんてできなかったな、何も覚えられないみたいな感じでした。
みんなは何型？自分の体感的に。こんばんは。朝はマジで壁並みのスピード遅っサリーの手よかったよ、ありがとう。でもさね、その高校までは朝めっちゃ起きるのが無理だったの、そもそも。そう、そもそも起きるのが無理だったけど、なんか高校卒業してから朝めっちゃ強くなった、その起きるのは。朝何かをするっていうのはまあ未だにそんなに得意ではないが、朝早く起きることに関しては全然余裕だね。そう、朝は準備するのに忙しくて勉強どころじゃない。じゃあなんかさ、そのできる人ってさ、勉強するためにその普段準備にかかる時間がじゃあ1時間だとしたら、1時間だとしていつもは家出る1時間前に起きてるとしたら、なんかその勉強のためにもう1時間早く起きて1時間勉強の時間を取るみたいなさ、そういうタイプの人いたじゃん。私はもうそれ無理。1時間なんかボケーってする時間になって、うわ早く起きた意味なかった、1時間寝ときゃよかったってなるタイプあ、じゃあ私の歌唱力の歌はね、自己採点だと30点ぐらいかな。マジでカスカスだったのよ、喉がカスカスだったことしかさえはあの日の記憶ありません。何、30点ぐらいです。去年よりしっとりした曲、どうやって曲選びしたか全然覚えてない。なんか曲選ぶ、さやが立候補したのがギリギリすぎて曲選ぶ時間が全然なくて、とりあえずなんか私が好きな曲何曲か聞いて、今年は男性の歌とか言ってみようかなっつって、なんかノリで選んだ気がする。なんかジョン・マイラブやってから、それまではさバラードが一番苦手だと思ってたけど、バラードの方がうまいんじゃないかって思ったんだよね。朝活できたら一日気分よく過ごせる。それな、でも大体できることはないから気分よく過ごせないんだよ気づいたら来週東京公演なのが嬉しい。そうでございます。今日もルンバがそんな話してたよね。もう26とかでしたっけ、始まるのは。あっちゅうまでございます。もう1週間を優に切っております。朝活とアフターファイブセリナどっち派？アフターファイブって何？初見。
あ、初めましての方、初めまして。知らない言葉出てきた。こんばんは。あ、もうすぐ11時だ。11時には配信終わりにするぜ。11時までに食べ終わろう、お弁当。1時間かかってまだ全然食べ終わってないんだけど。9時5時のサラリーマンの仕事終わりね。あ、絶対アフターファイブだな。仕事終わった後ってさ、エンジンかけた後だからさ、めっちゃはかどるよね。なんか趣味のことするとかにしても。今日長野行ってきました。お、浅間山登った。さ、いいっすね。浅間温泉行きましたか。こんばんは。登山したことないんだよな。なんか学校の行事で登山あったけど雨でなくなったから、結局さ、登山一度もしたことないまま今迎えてるわ。なんか趣味登山って大人な感じしない？ただは運動が嫌いだからさ。山登りもまあ多分苦手やろうなって自分では思ってるんだけど。長野は3ヶ月に一度行ってます。すごい、ヘビーユーザーだ。長野のこと大好きなんだね。嬉しい。あさって長野行きます。お、何をされるんですか。気になる。いいですね。私も3週間ぐらい前までな、あ、2週間ぐらい前まで長野にいましたよ。山も海もどっちも同率ぐらいで、好き度も別にそこまで高くないね。うん、普通って感じ。どっちも同率だし、どっちも普通って感じ。まあ、だ海は見るのが好きかな。入るのは全然、入るの、海に海水浴するのと山登りマジで同率だね。同列、好き度で言ったらめっちゃ低い、同率で。でも見るのだったら海好きよ。なんかこう防波堤みたいなとこから海のんびり眺めたい。青春でした。青春時代でしたね。そう、やっぱ海なし県やから見るのすげえ好きなんだと思う。ワクワクするよね、やっぱりね。そうなのよ。うん、バスケの応援。長野でやるってことは信州ブレイブウォーリアーズと戦うのかな、どこかが。いいですね、バスケ。おもろかったな、かなり気に入りました。また行きたいなって思うくらいにはかなりハマりましたね。自分がスポーツできないからスポーツできる人っていいよね。なんか楽しそうやなって思う。団体競技苦手だからさ、足を異常に引っ張る人間になってしまうから。だから個人競技のが好き。自分がどんなヘマをしても自分にしか迷惑かかんないから、
団体競技だと絶対に迷惑かけるからね。まあそんな感じでちょっとランキングを読んでぼちぼち終わりにしますか。公演終わり1時間も皆さんお付き合いありがとうございました。この後もう1時間ぐらいあの歌手力の番組の方は続きますので、ぜひあの明日すっげえ早起きだからマジで早く寝たいって方以外はぜひ見てください。ではランキング読みます。13位バイクゾウさんありがとうございます。12位ヒラリンさんありがとうございます。11位ヤスさんありがとうございます。10位マンダリンさんありがとうございます。9位とてもキンキンさんありがとうございます。8位はサッピさんありがとうございます。7位エダシさんありがとうございます。6位あやかちゃんありがとうございます。こいつなさんありがとうございます。4位やちさんありがとうございます。3位キャロンさんありがとうございます。2位トメさんありがとうございます。1位はケンケンさんありがとうございました。結局1時間の間にお弁当は食べきりませんでした。では明日はお話し会、456部となっております。皆さんよろしくお願いします。ではおやすみ、バイバイ。